羊飼いの崇拝は、イタリアのマニエリス向きの画家パルミジャニーノによる盤上の、油彩画で、1521年から1522年、頃制作された。現在は、個人像となっている。この作品は、1992年に、グールドによって、再発見され、1年後に、中立ヒ美術館に展示された。コートルドーギャラリーにある、キリストの後端のように、 コレッチョの影響を強く受けていたパルミジャニーノの若い時期の作品であると考えられている。コレッチョのパルミジャニーノへの影響は1524年以降になってようやく薄れていった。聖母、マリア、天使、聖ヨセフの準備素描はロンドンの個人コレクションに残っている。その素描はワシントン DC とパルマで展示されており、コレッチョの影響も示している。一方、 左下隅の三匹の子羊は、画家のカメラディサンパオロにある浮き彫り装飾に触発されている。クリーブランド美術館にある別の素描は構図の最初のアイデアであり、後により詳細に展開されることになる。マリオ・ディ・ジャンパワローエリザベッタ・ファーダ、パルミジャニーノ、キブック、サンタルク・アンジェロ・ディ・ロマーニア2002 ISBN、ISBN8818022369。 ありがとうございます。